コンブラウンと密談するステニス・ジョン・コーネリアス・ステニスはアメリカ合衆国の政治家、ミシシッピ州選出の連邦議会上院議員などを務めたミシシッピ州キプリング生まれ。1923年にミシシッピ州立大学を卒業しバージニア大学から法学の学位を取得、ファイ・ベータカッパのメンバーでもあった。 ロースクール在学中の1928年にミシシッピ州議会議員となり、1932年まで在任。その後、ミシシッピ第16裁判官勝つの検察官を経て、1937年から1941年まで、同区の巡回裁判所判事を務めた。1947年に、衆選室の上院議員、セオドアビルボーの死去に伴う、 特別補欠選挙に出馬、二人の現職下院議員を含む五人の候補で争う乱戦を勝ち残った。その後、1989年に自ら辞職するまでのまで41年2ヶ月もの間、上院議員を務めた。この間、1969年から1981年まで上院軍事委員長を務め、上院管理議長にもなったことがある。 民主党の中では、いわゆる南部保守派として活動し、公民権法には反対する一方で、バリー・ゴールド・ウォーターが共和党から大統領選に出馬した際には、公然と支持を表明した。また、ウォーターゲート事件では、ニクソン大統領の録音筆記録について、真実性を保障する役回りを与えられ、その最中の1973年に、 ワシントンの自宅の外で暴漢に銃撃され、2発の弾丸で重傷を負う。1984年にガンで左足を切断。1989年に上院議員を辞職した後、ミシシッピ州で教育職に就任した。ミシシッピ州ジャクソンで死去。リカルブ軍のパインクレスト墓地に埋葬された。妻と二人の子供、ジョン・ハンプトン及びマーガレット・ジェーンがいる。 ステニスは60年にわたる政治経歴を持ち、一度たりとも選挙で敗北しなかった。上院での41年2ヶ月の在任記録は、カール・ティヘイデンの記録に次ぐもので、その後、ストロム・サーモンド、ロバート・シーバード、エドワード・ケネディ、ダニエル・イノウエによって更新された。ジョン・シーステニス宇宙センター及び空母ジョン・シーステニスは、彼にちなんで命名された。 ありがとうございます。